期も剣を倒してますんで、まあ龍剣この道義系に対してのこのポイズンピックというところ、まあ、さっきはねあのポイズンやられちゃってからのガイルで DF を倒しているというところですが、やっぱどっちかっていうとポイズンでやりたい人なのかもしれないですね。さっきの DF よりかは一気に動いてる気はしますけどね、うん、はい。さあさっきはあの剣がこう鞭をちょっと近くでガードすると大昇竜で切り返せるというのがあったんで鞭振りにくかったんですが、やっぱりこのしゃがみ大パンの鞭とか、まあ、この辺のそうですね、レイド、おお上に曲げてきた、うまいうまい。この辺りハートレイド、アバントラインを使っていく。さあそして EX 中段のテンダーも見せる。さあマチュールがちょっとですね焦りが見れてしまってますかね、ちょっと冷静に対処してますね。まあ竜はかなり火力が上がって、はい、あのトリガー2不罰も、まあ、当て目技なんですけど、コンボにも組み込めるようになったというところで、まあ、ワンチャンスでのこの火力というのはすごくあるんですけど、この画面端ですね、こういうところで頑張りたい。一番さあポイズンカクテル燃えてる燃えてる、ガクラン燃えちゃうよと。危ないですね危ないですね。さあもう一丁来た、あったまりな。ただマチュールちょっと落ち着きましたね、うん、体力リードさえされなければかなり落ち着いてガード多めでうまく戦うと。さあ一戦だ、これガード間に合った。ただ昨日もお伝えしたんですが、おおっとうまい EX ソフト昇竜拳まで。あの序盤かなりしゃがみ大パンの鞭を、はい、あの下段の鞭をガードしたことで勝負どころでそこにジャンプが噛み合いましたね。で火力を生かして倒しきると。竜巻これはガードになる、惜しかった。さあハートレイト等を使って竜巻いけ、これコンボになる。よう飛んできますもんね今ね。そうですね、近い間合いになるとこのしゃがみ中盤強いんですが、さあここで V シフトブレイク、白ゲージごと取っていった。さあ一気に体力が動き出した。中盤さあまとわりつき成功なんですが、ここでトリガーを引いて反撃ののろしはボルカルロスを。ただ、さあマチュールもトリガーを使っている状況。カクテル熱いよ熱いよ、白ゲージが回復するか。さあロスト側にゲージが1本2本弱、テンダー中段イクサード、これもガードする。さあマチュール側にトリガー中、ここでみぞおちくだき、ダイゴスが入って即答まで。まずはマチュールゴスゴス、嫌な間合いだったでしょうね今のね、当てたいんだけど。あのダイゴスと言われるこのみぞおちくだきっていう技、はいはい、遅いんですよ、うんうん、でそんなに判定も広くないんですけど、はい、やっぱなんかしようとした時にその遅さが良くてゴソゴソって当たるんですね。うまいからこそなんか動いたって動いちゃうんですよね、進むしね、うん、進むしね。いやでもあれが当たると超絶痛いコンボになるんで、うん、確かに、うん、竜使いとしてはダメージ欲しい時はやっぱり大ゴスに頼るっていう、うん、大ゴス中ゴスなんて言いますけどね、はい、あの中段の方の鎖骨砕きが、ね、中ゴスゴスゴスってことでしょうね。そう、鎖骨砕きに溝落ち砕きですからね、砕きすぎだぞ、砕きすぎだぞお前採掘屋かと。確かにね、なんですけど、はい、炭鉱夫ですね本当そうです炭鉱夫ですね。いやただね、ポイズンの、はい、ボルカノロストの方もかなりいい動きしてたんですよ。ただ最後にね、うん、やられちゃったって感じでしたけど、中段である EX テンダー、はい、これに頼りすぎてる感は若干ありますね。あの弾抜けもできるんですけど全部立たれちゃってるんで。確かにそうかもしれない、うん、そこ相打ち OK なのはポイズンの方ですね。減るな、うん、さあテンダー大テンダーだった。さあ EX 昇竜拳で切り返していく。
立ち合い系、これはクラッシュカウンターからのコンボになる。さあバントラインから入ります。もう一発このね無知のコマンド投げあるんで、はい、注意ですよ。うえっ、うわっ、そう、おヒールタイク、いいですね。さあ投げの恐怖があるが、その前に立ち回りで倒しきるか。最後は立ち受け、やっぱ角というよりこっちの方が俺に合ってるなって感じなんですかね。このコマ投げの方がですかね。基本的にロストはねこっちのトリガー2の方を使ってたので、こっちの方がいい。おっと、学ラン上半身脱ぎ捨てましたね。本気だ、番長スタイル。昨日お見せです。おわっ、肌色多め。どう出るか。ほうほうほう、あ、ここは波動発動成功。ちょっと待って。さあここで一心痛い、これ昇竜対空がねかなりダメージアップします。ただ大大発動、これは痛いコース。さあただ買わなかった、 CA は使わず、ただ持ってきましたトリガー番長。途中で急に伸びましたね、ムチが。伸びましたね。そしてこの令和の時代にあの学ラン草笛番長スタイルって、はい、子供たちには分かるのかって今一瞬ね思っちゃいましたね。確かに草笛なんて、いわきですよね。いわきですか。グワゴラガキン、そう、ホームランのとかグワゴラガキン、そう、ほぼホームラン。サンマは骨まで残さず食べるでおなじみのいわきですね。いわきまさみですね。さあ素晴らしいスタイルを見せております、さあここはテンダーで弾を避けながら打っていくと、結構ねロスは前に出るポイズンなんですよね、そしてマチュールはちょっと竜巻が漏れちゃう系のちょっとサイドギャザーが欲しい感じの今のところ竜になってますが、シフト、そこ前に出る、押します押します、シフトを使いますね。テンダー、さあこれは画面端を抜ける形になったのでいいでしょう。ダウス、さあ調子たつまき、これで入れ替わりながら内野が入ってチャンスになるか。ゲージは一つずつ、トリガーを使ったのはロス。あ、長い、長いし、ここもダイゴスが見えてましたかね。確かに。ちなみにダイゴス、中ゴスのゴスは何かというと、はい、音ですね。おそらく擬音です。ゴスタル音ですかね。ゴスゴス、はい、ゴスゴスです。あの割と昔の人たちが考えてる名付け方って意味がないことが多いですね、はい、見たまんまとか聞いたまんまが多いんで、ダイゴスはゴスゴス音です。さあただこれ超痛いコンボ入りましたね。さあ中中から竜巻、さあこの火力が竜の魅力、竜のいいとこ出ましたね、すごく出ましたね。やっぱあの火力をあの一心に浴びちゃうとちょっと怖くなるんですよね、次のラウンドから。確かにこの人力強いみたいな。そこはスカッシュ投げ、 CV 選択肢、ゆかるくが相打ちなら OK。 さあまたまやダイゴスに対してのこの立ち台キック。さあ中距離でゴスを当てないという感じになってますね。ゴスってますね。はい、さあただ当たっちゃ、あ、さあこれは投げ、トリガー投げに対してリターンを取れた。ゴスが、さあここで一心入って、さあもう一発一心あるんでね、不罰にするか。ゴスが止まりません。そうですね、ゴスリ対ゴスラ、ここはゴスの間合い我慢する。ただめくっている。さあ CA があった、しっかりつなげて、お見事。ちょっともうゴスラーに笑いすぎでしょ。大丈夫でしょ。ゴスの前に笑っちゃったんですよ。ゴスの前か。ゴスの前に。ゴスの前。ゴスの前。なんかそう、はい、場合もそうですけど、よくあのゴスのね、はい、あの圧っていうじゃないですか。ゴスの圧。圧がすごいです。ゴスが熱いみたいなね、なんか。はい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 。感じ。ゴツゴツのアハンみたいな。アナグラムで考えるとね、熱々のご飯じゃなくて、はい、ゴスゴスのア、はい、アナグラムとかダメですよ、ずるいから。実況しながら考えちゃうじゃないですか、アナグラムとか言われたらもう。しかしまあ、はい、本当にダイゴスすごい、狙ってますよね。そうですね。まあ、そのどうしても遠距離戦になるとリターン取られちゃうんで、竜としてはですね、このダイゴスを使って
火力勝ちしていきたいと、はい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 、いうところですね。しかし引っかかればね。さあ白ゲージ、すごいお互いシフト倒しますね。そうですね、この辺は正確だと思いますけど、海外の選手の方が結構シフトを使う選手が多いですね。さあ中距離戦、おっとこれはトリガー投げ、さあ来たぞ。さあもう一発で終わっちゃうんで、かなりプレッシャーあるんですが、どうでしょうか。トリガーを引けるか、いきなり来た。ゴスの間合いの外から来ましたね。パクッと行きましたね、やっぱ分かっててもね、びっくりして食らっちゃうことがあるんですよね。さあただ脱ぎました、脱ぎましたよ。さあ早い展開、あこれ、うん、ギアが上がりましたね、明らかにマチュール、おうおう。さあこれは全力全開、 100% 中の 100% 来たか、うん、これ投げてシフト、早い展開、白ゲージ取れるか、どうする。さあハートレード、ここにも白ゲージ、めちゃ白い。さあ強し、3発分ぐらいになったからの、さあ投げるのはロストの方、リーチはかかっている。さあここもしっかり垂直下に V シフト割りの形、ただ巴投げまだあるぞ、ここは立っている、からの刻んで、いやあと一発どうする、ブリは押し込んだ、押し込んで、あ刺身、まあ、もう一丁、ね、大ゲー、最後中ゴスはあ、ゴスが言いたい我々にはもう嬉しい、餌ですね、これは素晴らしい、漫画きた。いやでも画面端のあの V リバ2つで、はい、押し込んだ判断めちゃくちゃ良かったですね。そうですね、攻めの V リバでしたね。V リバーサル、この吹き飛ぶ系のね V リバーサルは、うん、この自分有利になりますんで、はいはいはい。さあこのカートウィールで通さなかった。さあマチュール、これかなりギア上がってるんで、今もう一丁上がってますよ。ロッソは勝ちきりたいんでね、結構精神的に、そうですね、ロッソもかなり負けん気強いタイプなんで、うん、いってるんですか、ダイゴス痛いぞ、からの裏ダパン、やばいぞ、聖剣当たってからのトリガー発動、まさか不罰が最後に決まるか、どうする、圧がすごいよこれ今。そうですね、いくつ、2つ押し込んで、さあここでテンダー抜けた、投げが抜ける、ダイゴスどうする、ハートレード、さあポイズン有利からの、我慢して我慢して、うわー上だー、出ない、フォローできるか、最後無事、出なかったな今、緊張が乗ってたか、決定的な場面だった、現地も頭かいてますよ。ほんの数フレームのコマンド入力がこういう風に運命を分けるんですよね。ですよね。いや